どうも、なおちんです。さあ、今日は、妖怪ウォッチ4プラプラやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。夏休み、もう少しで入りますね。夏休みに、妖怪ウォッチ1、そして4、学園、この3つのタイトルを夏休みにやっていきます。まあ、ぼちぼちですけどね。とりあえず、妖怪ウォッチ4プラプラ、どこら辺にいるのか、全く覚えてないので、データ見ていきましょう。どこにいる？なるほど。2021年の9月9日。まあまあ、約1年ぐらい前だね。に一度開いてるみたいですね。あ、なるほど。ほんとちょっとだけ開いたっぽいね。ほんとはここで終わってます。2020年の、12月31日か。大晦日か。まあいいや。とりあえず、どこら辺にいるのか見てみましょう。遊んだ時間842時間。気が触れてんのか、俺は。とりあえず、なんで俺は、芯を入れてるんだ。なぜ芯を、一番前にしてるんだろう。わかんないで。なんで芯を入れてんの。あ、多分ね、アンドロイド山田と闇丸花穂人をレベル上げをしようと思ってたところなのかな。とりあえずキャラクターは全員レベルマックスだと思う。主人公はね。主人公キャラは。うん。全部レベルマックスだね。120まで限界突破もしてあります。あるある。んで、これ、ウキウキペディアだったっけ？妖怪大辞典みたいなの。あ、これだ。妖怪は180。ということは、全部ゲットしてるのかな？なんかね、あと1、2体、まだだったような気もするんだよね。気のせいだったか、あれは。これゲット、これゲットしてないと、ほら、やっぱ、ハテナってなってるもんね。そうだわ。百鬼姫のシャドウサイド側が持ってない。え、なんで？え、なんか特殊な入手方法だったっけ？百鬼姫なんか特殊だったかもしんないね。で、青鬼も持ってないんだ、俺。赤も持ってないの。赤、青持ってない。黒は持ってるけど。赤、青持ってないんだ。で、今3体でしょ？え、まだいたと思う。持ってないの。爆速懐かしい。めちゃ強いよね。出番見だ。そう。出番見が全然仲間にならなかったんだ。そう。バスターズでこの子は仲間にするんだけど、出てこないんだよね、まず。4体ね。で、他はないか。あー、さすがにやり込んでるね、俺。4体です。あと仲間にしてないのは、4体。で、ここら辺は関係ないもんね。特殊妖怪も人間もボス妖怪も全部出してます。あー、妖怪がね、残り4体ですよ。4体か。なるほどね。で、あとは、バスターズのキラー装備とかだね。あれが、確かね、入手が難しかったんだ。これ。天井天元無双ナックルとか、こういうやつ。ザンマ王の大霊剣。これ、新妖怪に効くやつね。で、こっちが剛力族ね。まだあったでしょ？まだなんか重要なのがあった気がするけども、あ、なるほど。専用装備とかも、まだ入手してないやつがあるね。専用装備も入手してないのがある。あとなんか、シューターみたいなやつがなかったっけ？妖魔ライフルみたいなのさ。装備してるか、今。あ、対話神剣草薙、これは入手が難しかった。これは難しかったんだ。ああ、なるほど。あ、エンマ、極炎剣ね。輪廻転生状。これは、あれだね。アークを読み込んで、たまーに出てくるやつね。うわー、懐かしい。あ、エンマブレード。
はい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 。あ、いや、結構さ、専用装備も持ってるね。俺専用装備も結構持ってるわ。あ、こういうやつ、あった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 。これこれこれ。新式マダンライフル。そうだ。これ、もののけ族、クロトンとか、倒すときにすっごい必要なやつだね。これがないと、まずダメージ入らんっていう。そう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 。で、究極爆砕ハンマーあるね。で、空滅の豪装。これ多分一番上だよね。で、鬼キラーもある。うすら、ん？あ、ある。これはあった。なんかまだある気がするんだよな。ちょっと待って、婚活見てみましょうか。装備カスタムで、なんかまだあった気がするんだよね。あ、これだ。お守り族のキラー装備持ってない。と、怨念族のキラー装備もない。この二つがないわ。あとはどうもあるっぽいね。あ、なるほど。キラー装備が、まだです。怨念族のやつがあれば、タマモとかを早めに倒せたよね。そうか。なるほど。はい。まあ、わかりました。そんな感じっすか。待って。キャラクターがどれぐらいいるかをちょっと見とかんとね。交代で、レベルでなんか見れないっけ？あ、あった、レベル順。おお。さすが、ほとんど120。まあまあ、上の方だね、これはまだ。120ばっかりいってる。ああ、B コマさん、いいね。わあ、懐かしい！ B ジバニャン、そう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 、スカイシャリマン！ B ウサもいる。あ、全部120。最高だね。やるな。去年の俺、あ、2年前の俺か。やるな。うわあ！ブシニャン、シャドウサイド、ナッツ。同血ね、強かったね。ああ、なるほど。守護鬼たちもいる。シュカ、ゲントウ、ハクシュ、クーテンいるね。カイラが4体。あ、カイラ4。で、エンマが、エンマ3。あー、なるほど。もう1台のスイッチのデータの方に入ってるか。確かエンマ、カイラともに6体ずつ作ったと思うんだよな。多分もう1個のやつに入ってると思う。あ、で、こっからレベル120じゃないのね。あ、でも結構、主要な奴らはレベル120になってるっぽいですね。あ、まあこの、サキちゃんとか、あ、ニト、はい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 。生ハゲとかね。まあ120にしたい奴はまだいっぱいいる感じですね。あ、99の奴はいっぱいいるんだ。そうかそうかそうか。なるほどね。すっごいな。すっごいな。99はめっちゃいる。わかりました。では、妖怪ウォッチ4は、とりあえず、入手してない妖怪、残り4体だね。残り4体をゲットする。そして、キラー装備。あと2つぐらい入手できてなかったので、それを作る。っていうことですね。はい。で、あとバスターズもね、ぼちぼちとやっていきたいと思います。よし、大体見えてきたぞ。はい、ということで、妖怪ウォッチ4、プラプラ。こんな感じのデータでした。夏休みにやっていきます。チェックをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。